今回紹介するのは「学校に行きたくない君へ」という本ですいろいろな方のインタビュー集なので玉石梱包ですが西原理恵子さんは素晴らしい不登校新聞という不登校者のピアサポートを目的とした新聞に掲載されたインタビューの再録集です不登校を経験したことある方ない方いろいろですが基本的には 不登校経験者である記者が話を聞きたい人へのインタビューとのこといろんな方がインタビューを受けていますがなんといっても西原理恵子さんの発言が痛快なのでぜひお読みいただきたい学校が何より大事と思っている人中略と争うのは先祖の供養中にここに先祖なんかいないんだって仏壇をひっくり返すことと一緒とにかく一人で悩まないで とに相談するのもダメ40度の高熱を出してる人に「お前には根性がない」と言ってもしょうがないでしょ原因究明はすべきではない」。なんでこんなにわかっているのだろうこの人はもう一つ考えたいのは田口智郎さんの「全く希望のないストーリーに僕は救われた」に込められた思い逆転の発想のように思われますが。 この考え方には多くの子どもが救われるように感じます。不登校に悩む方が具体的なヒントを得たければ他にいい本がありますし必要とも思えない政治的発言に励んだりする部分もありますが多くの方の発言を集めればそういうこともあるでしょう。読んでみてもいいとは思いますよ。以上。興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。